ガンジス川にタージマハル、そしてカレー。日本人の多くが興味を持つインドへビデオオプション初上陸。日本からおよそ6000キロ、南アジアに位置するこの国で訪れたのは首都デリーではなく、南部に位置する旧名マドラス、現在のチェンナイ。多民族多言語国家として知られ、人口のおよそ8割がヒンドゥー教徒である。そんな国民の娯楽はクリケットと映画。ヒンドゥー教で神の使いとされる牛はごく自然に道端を歩いている。我々は今回のキーマンを待つ間、チェンナイ近郊の世界遺産マハーバリプラムへ向かった。ここの名物といえば、坂道の途中に止まった丸い石、通称クリシュナのバターボール。日中インドを満喫した我々は、深夜そのキーマンを迎えに空港へ向かった。そのキーマンとは、アッキーラ。到着早々、アキラが興味を示したのがインドの名車アンバサダー。これは一番の高級車ですよ、これ。インディアンベンツだって。旅の思い出にと、アンバサダータクシーへ乗り込み、一行はホテルへ移動。その途中で早速ハプニングが起こる。見ればわかるでしょ、もう。だいぶ前から見えてるよ、こうなの。モータースポーツ未開拓の地インドへアキラが潜入。トヨタ主催、大衆車を使ったワンメイクレースは、レース未経験者多数参加で大荒れ模様。コースのあちらこちらでクラッシュの雨あられ。アキラの指導でインドの地へモータースポーツを根差すことはできるのか。その一部始終はレポート。アキラ潜入、エティオスモーターレーシング全編。今回訪問したのはマドラスモーターレーストラック。1990年に完成したサーキットで、全長は3717メートル。まだまだモータースポーツが根付いているとは言い難いインドで、トヨタが発起人となり、若者向けのいわばデシマンレースを行うのだ。その講師として白羽の矢が立ったのがアキラってわけ。それでは早速、今回のレースに使用されるマシンをご紹介。トヨタがインド、ブラジルなど新興市場を対象に専用開発したフォードアセダン、エティオス。インドでは2011年より販売が開始された。じゃあ詳細なスペックはアキラ頼むぞ。さあ、これエティオスのワンメイクの車両をちょっと紹介してみたいと思いますが、まずはエンジンを見てみましょう。排気量は 1500cc90 馬力と、 1500cc で90馬力っていう方もいると思うんですが、乗ってどのくらいかわかんないんですけども、まあそこそこパワーあるんじゃないかなって気がします。とにかく車が軽い、見てください、こんなに口が開いちゃってますし、そして何よりもアジアの客だけなんですけども、リンホースがないということで車が軽く安くできてるんですね。で、ちょっとこれなんとエアコンがついたままです。他にもたくさんこの国でワンメーカー始まってます。でポロ、ワーゲンのポロなんかはですね、暑いからのドリンクホルダーをつけたらしいんです。なんでトヨタはじゃあエアコンつけちゃおうと。さあ、続いて足回りですけども、パッと見変わってるのはですね、まあ、このタイヤホイール、円形のアルミホイールにインド製のこの MRF というスリップタイヤ、まあ、これはなんかあのラリー用のカーマック用のタイヤらしいんですけども、この車にチョイスして作られてます。足回りは PRD 製の、まあ、調整式のですね、ランパーがついてます。ブレーキはノーマルです。パッドのみ、パッドのみ変わってます。まあ、すごくシンプルで、簡単にメンテナンスもできるようになってます。さあ、そして次は、コックピット行ってみたいと思います。コックピットといってもですね、まあ、ロールバーが入って内装も純正のまま、パワーウィンドウもついたままですから、何かをこう加工してつけてるってことはないですね。とにかく外すものを外して、 TRD って名前が入ってますが、ブリッドの、バケットシートがついてます。あとはもう本当にシンプルで、まあ、データログがここに積まれてるんで、走り終わったドライバーが、自分の走行をチェックしたり、他のドライバーと見比べる程度ぐらいまではエンジン回転だとかブレーキだとか車のCANコンピューターから捉えるんじゃないかなと思います。まあ、この車ですね、やっぱりあの4ドアで20代真ん中から30代後半ぐらいの人たちまでをターゲットにしたこの車なんで、ちょっとこう見た目もね、若い人向きで、走りもスポーティーで、そしてなおかつ大人が4人ゆったり乗れて荷物がたくさん積めるという、今のインドに必要不可欠なコンセプトになっている車です。
まあ、マフラーもちょっと変わってますが、モータースポーツ音が大事なんで、TRD 製のこのマフラーで、音も楽しめるということで、このインドを皮切りに中国だとかね、マレーシアとかインドネシアとか、ちょっとこのマンメイクを道場荒らしみたいのをこうしてみたいなと、ちょっと密かにミッドナットレッシュで思ってますんで、やっていきたいと思います。いよいよアキラの初乗り。さっきと打って変わって表情が険しくなる。マシンへ乗り込むと、これ僕のルームミラーないですけど、まあいつも僕の乗る GT カーにはついてないんでいいんですけど、別になんて言ってる間にメカニックがミラーを用意。アキラさん、練習3分前ルームミラー来ましたよ。はい、間に合いました。ルームミラーが、まあこんなもんですよそんな簡単に使うんですか、ルームミラーって。取れるのも簡単だと思う、多分。だから初上陸の地で初めて乗る車。しかしそこはプロドライバー、順調にマシンを走らせると思いきや、ほんと簡単に取れるんだね。全開走行するマシンの脇でコース内に立つ人々、まず日本じゃありえない。そしてこの後我々は衝撃の光景を目の当たりにする。最終コーナーでひっくり返るマシン、騒然とする場内。これを見たアキラが一言。おう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 、本当かよ。マシンはぺしゃんこだが、ロールケージのおかげでドライバーは無傷で生還。ああよかったよかった練習終了とともにアキラに衝撃の事実が告げられる。え、予選なの今本当？あ、もう予選なんだ。それでもそこはプロドライバー、25台中5位の結果を残す。そしてさらに驚くべきことが、このレースがインド中に生放送されるのだ。インドのケーブルテレビ局ネオスポーツが生中継をするべく中継基地を設営。トヨタの力の入れようが伝わってくる設備だ。スタッフの表情も真剣そのもの。そしてレース開始直前、 V オプトは葉っぱをかけにアキラの元へ。アキラさん、とりあえず今日トップ取りますよねトップね、取れると思ったんだけど、あまりにも車が遅すぎてトップグループがね、まあ普通に結構走っちゃうんで、12周じゃちょっと追いつかないかな。ここからは地元テレビ局ネオスポーツの素材でお届け。英語の実況とともに12周のレースをお楽しみください。さあ、いよいよインドレースの夜明け。スタート直後、マジで抜きにかかるアキラのスタートダッシュからご覧ください。スタート後、一周も走らないうちにアキラがポツリと一言。これは抜けないわ。何でも振ってくれないかな、これ。現在3番手を走行中のアキラ、2番手にブロックされ思うように前に出られない。その頃、後方集団ではハプニングが起こっていた。前方でラリー車のごとくランオフエリアを疾走するマシン。コースアウトしてもアクセル踏み抜く根性だけは認めてあげよう。呆然と歩く女性ドライバー、一体何があった？突如コース上で急展開するマシン。この光景には周りのドライバーもぶったまげたろうよ。このクラッシュでコース上にセーフティーカー登場。でもよく見てないと後ろではこういうことが起こる。あぶれー！回収が終わったところでグリーンフラッグが振られる。激しいバトルを繰り広げる上位陣、なんとか1位になってやろうと2位のマシンを左右へ揺さぶるアキラ。それでもやはり抜けず。抜けないよね。再び後方へ目をやるとリタイアマシンがまた1台。
このマシンの右サイドに注目。突然の出来事にパニックになるドライバー。落ち着け落ち着け。レースは終盤戦の8周目。やはり2番手をかわせず、1位との距離がじわじわ空いていくアキラ。その頃また後方では、前追いつきたい一心でコーナーへ突っ込むが、タイヤが垂れマシンはドアンダー。挙げ句コースをのた打ち回る羽目に。とここでアキラに千載一遇のチャンスが訪れる。2番手のマシンがアンダーを出す。そこをすかさずパスするアキラ。パスする瞬間をオンボードでどうぞ。2番手に上がり1番手を猛追するアキラ。しかしやはり我々が気になるのはトップ争いよりも後方の肉弾戦。団子状態で最終コーナーへ突っ込む集団となれば、起こるべくしてクラッシュは起こる。残りあと2周。軽い接触を繰り返しながらも、ここまでリタイアマシンはわずかに3台。後方での肉弾戦はまだまだ続く。前方で巻き上がる土煙。おいおい、何があった。先ほどセーフティーカーの際、お釜掘りかけたあの子がやっちゃった。前はしっかり見ようね。レースはついに最終ラップ。トップのマシンにアキラが追いつく予感は全くなし。ストレートになっちゃったらまずいね。トップはもう追いつかんやな、これ。結局1位のマシンは一度もトップを譲ることなく余裕のフィニッシュ。アキラが2位でゴールイン。結果は無念の2位。アキラの腕と経験をもってしても1位にはたどり着けず。まず最初のエキシビション終わったんですけども、思ったようにいかなかったですね。もっと楽勝かなと思ったんですが、2番手3番手走行してて、だいぶ2番手の子に阻まれまして、映像を見てもらえば後で分かると思うんですけど、でもね、なかなか最初のインドのレースにしては予想以上にいいレースができてたんじゃないかなと思います。突破してることね、かなりスキルが高いというか、淡々とレースが終えられて、最初のレースを優勝で飾られるっていうのはすごく気持ちのいいことじゃないかなと思います。できればそこを僕は取りたかったんですけども、情けないことに追いつかなかったです。とりあえず前編はここにて終了。